レモン1個分を半分に切ったものをご覧の通りカッチカチに冷凍してあります。ビニール袋用意しましたんで、こちら鶏もも肉 400g、はい、これ唐揚げ用に切ったものですね、はい、美味しそうねこれね、はい、酒ですね、はい、大さじ2分の1杯塩麹ですね、はい、大さじ1杯、お、はい、胡椒ですね、はい、胡椒少々です。混ぜてください。まあ、このビニール袋は本当そこら辺のビニール袋です、唐揚げ用に切ってます、はい、これはまんべんなくですねもも肉に行き渡るように、そういうことでビニール袋結構便利なんです。あ、30分ですね、はい、はい、片栗粉大さじ1杯、そしてレンコンパウダーですね、強力粉をですね大さじ1杯ずつ加えます、はい、あのレンコンパウダーはこんなになっておりますね、はい、はい、どうぞ。釣り切りでございます、はい、強力粉または薄力粉大さじ1杯ですね。レンコンパウダーのちょっと色がついてますね、はい、はい、じゃあこれで衣完成です。では30分経ちましたので、はい、鶏肉衣をつけましょうか、はいはい、片栗粉とそうですね強力粉ですね、はい、の衣です。もうまんべんなく、はいはい、まぶしてください。では次はねこのレンコンパウダーと強力粉ね、はい、もも肉をまぶします。レンコンパウダーよっちゃんが試したいというので今回使っておりますが、このねレンコンパウダーのはいろんな用途に使えるん で、 あ、そうです。お味噌汁に入れるととろみのあるお味噌汁できたりとか、うん、納豆に入れるとね、はい、よりネバネバ、あんまり聞いたことなかったんですけど、結構高いんですけどね。あ、そうですか、はい、でもこれはものすごく体にいいということで、はい、静かなブームになるかもしれない。なるほど、まんべんなくできるだけ余分な衣をつけないように、はい、均等にまぶしてください、はい、揚げます。こちら170度の揚げ油ですね、はい、こちらにもも肉入れていきます、はい、3つぐらい入れます、ね、はい、今回は米油、はい、使用します。もちろんサラダ油でも大丈夫ですよ、はい、塩麹を加えてるもんですから、はい、焦げやすいんですよ。なるほど、はい、焦げた状態でもういいわと思って時間不足の時ありますので、はい、ある程度あの時間測った方が、なるほど、中まで火を通すということが大事です、うん、なるほどね、はい、で大体3分から4分ぐらいかけて揚げてください。今揚げ始めてから1分30秒弱経ちましたけど、はいはいはい、結構こうバーッと飛んできましたね油が、はい、そうです、うん、かなり今飛んでます。もうそろそろ、ほうほうほう、はい、今ね、はい、3分経過ですね。あ、今これでいいです、はい、はい、おお、なかなかほらいい感じ、ほらこれどう、あー、うまそう。じゃあこんな感じで、はい、また引き続き、まあ、大体3分ぐらいですね、はい、で揚げていきましょう、はい、思ったよりも焦げてないですね。もっと焦げるのかなと。あ、なるほど。これパウダーの方ね。はい。やりましょう。混ぜます。はい。どうぞ。レンコンパウダー。はい。おーおーおお、いい感じ、いい感じ。これ多分、はい、レンコンの方です。あ、レンコンの方やっぱすごいですね。すごいんですよ。色が、ね、これも。あ、お分かりやすいですね。これは違うわ。ああ。これ違う。これ片栗粉の方ですね。はい、まさに、はい。レンコンもすごいんですよ。その代わり美味しいもちもち感が。はい。強く感じます、ね、レンコンの音見てみます。ほらこんなほら、おー、これレンコンです。これ全然色ちゃうでしょ。これでレモン味もちもち唐揚げの完成でございます。お相手はよっちゃんとバンバ絶景でした。まだの方はチャンネル登録といいね評価もお願いします。さよなら、さよなら。